YouTube 動画です。今日はね、カバンを選ぶならということで、カジちゃんはデザイン、デザインだよね。で、私はブランドということだったんですが、うんうん、なんと始まって以来ですね、たった一票しか私に入らなかったという。この一票誰なんですか？自分で入れたのね。自分で入れた。本当にね、もうその方に直接お礼を言わせていただきたいなと思いますので、私だわって思う心当たりのある方はぜひメッセージでお寄せください。しらしらし。それではですね、私が進行させていただきます。じゃじゃーん、奈々ちゃんからの質問、好きなアニメは何でしょう、うん、ということで、もう私ね、マハリークマハリタヤンバレヤンヤンヤン、これはね、魔法使いのサリーちゃん、昔から大好きでしたね。もうあのステッキみたいなやつね、おもちゃもうちの母に買ってもらいました。何でもできる気がしましたね、もうそれでね。あ、本当にあのそしてあのシンデレラ、あのおとぎ話とリンクしてね、本当にあの魔法使いみちこちゃんになれなかったんですけれども、でね、魔法使いのおばあちゃん何言うんですか、おばあちゃんですはい、あとはね、すごくハマったのがね、キャンディーキャンディー、そばかすなんて気にしないわん、これがね、もう本当にキャンディーキャンディー、ああいうなんかね、天真爛漫で性格さえ良ければアンソニー、あれこっちだったっけ、なんかね、あの素敵な王子様、モッテモテですよ、もう次から次からね、あんな風になれるんだなって思いました。かいちゃま宇宙戦艦ヤマトですよ。あ、はいはいはい、さらば地球よ、歌わなくていいし。あ、そうですね、まあ、テレビというよりもですね、はいはい、映画の方にハマりましたね。あ、はいはい、でもうあの1作目から完結編ね、5作目までありますけど、うん、もう2作目で良かったんじゃないかなというね。あ、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち、はいはいはい、あそこで我々は終わったと思いました、はい、思いました、はいはいはい、しかしその後どんどん続いちゃったんだ、死んだんだよねみたいな沖田艦長ね、沖田艦長も、それから愛の戦士たちでは古代進も、うん、はい、森行きとともに、はいはい、死んだことになってるはずなのに、はいはい、生き返っちゃったの、生き返ってきたじゃんみたいなねそんなような状況でございましたね。アニメーションいいです、そういうところがね、アニメのいいところだと思いますね。なんでだよみたいなね、そんな感じでありました、はい、宇宙戦艦ヤマトは愛の戦士たちまで、はい、そこまでがいいというふうに思います。はい、はい、ということで、アニメのお話をさせていただきました。今日はですね、じゃじゃーん、カバン対決だったんですよ。それで、うんうん、カバンのご紹介をさせていただきたいと思います、うん、ということで、私のカバン持ってきました。これ今ね、これリーガルのカバンです。これあのちなみにこれはリーガルショップさんで福袋を買った時に入っていたカバン、これをね最近ちょっと気に入って持っています。なぜかというと A4 版がこの中にすっぽりと入るので意外と使い勝手がいいわけですよね。そして中身がですね、皆さんにどんどん紹介して行きたいと思う。こんな、もうね、ぐっちゃぐちゃ、これね、これね、ぐちゃぐちゃなんですよ。で、これを皆さんに紹介するとなると、ダダダあれ、なんかいろんなものが出てきましたね。これあのツルハドラックさんからね、あと出てきました、ね、これ先日ね、あのご披露宴でいただいた、出したからね。で、これちょっと最近気に入っているね、キャンディーですとか、あとこれお化粧のこれポーチ、これもいろいろこうこうやっていろいろ入っているわけですよね。別に見せなくたっていいけど。あとは昨日ね、ちょっとね、あの外来で受けた迷彩、ね、ちょっといろいろ病院がいいってもんじゃない、いや病院が笑えなくなってるんだけど病院がやりだって大変なんだ。あとはこうハンカチですとか、あとまあティッシュ、そしてあのいつでもどこでも歯ブラシ、あとはそうですね、名刺入れとかこれなんか汚
汚いね。汚い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 。あとこれ私の。あと今日これあの会社にね乗っていたこんなのとか。そうですね。あとそのあとエコバッグとかですね。いろいろ入って。まあいろいろ入ってますわ。あとこれガム。あとこれはこうお口シュッシュって何やってもいいようにね。あのね何でもないですってばもうそんな感じでしょうかね。あとこう鍵とかね。そんな感じですよ。こうその木それは本物なんですか。はい、あこれね、はい、これは値段的に言って多分偽物。いやこれねあのうちのあの教えてもらったんですよ、うちのあの長男に。そしたらここの奥の方になんかシリアルナンバーがついててこれはねどうやら唯一私の持っている中で本物らしいんですよね。あとはそのシリアルナンバーっていうのがついて、あれこれついてないわ。あら番号どっか行っちゃったみたいですね。あらもしかしたらこれもちょっと危ないですけどね、シリアルナンバーっていうのが本物はあるみたいですよ。皆さん気をつけてくださいね。ということで私のカバンの中なぜかねこういういる行く先々でこういうおしぼり、これねなんか入ったらこれが入ってます。いろいろ入ってましたね。カバンこなれいなくなっちゃいました。カバンいつも綺麗にしてなきゃダメですよね。ということで大したもの入ってませんでしたね。私のカバンの中身でした。以上ジャララ動画でした。カバンだけでよかったもんね。